メトロノース鉄道はアメリカの通勤鉄道である。ニューヨーク州を呼びコネチカット州を基盤とし、ニューヨーク都市圏交通公社の子会社であるメトロノースコミューターレールロードカンパニーが運営している。通称はメトロノース。同国における報告記号はメトロノースコミューターレールロードの頭文字から MNCR。またはニューヨーク市内の地下鉄や バスも運営しており、公共交通機関の多くを参加に置いている。この中で、メトロノース鉄道は、ニューヨーク市内中心部とニューヨーク郊外及び、コネチカット州へと伸びる路線を運営しており、同じくまた参加のロングアイランド鉄道に次いで、全米2位の輸送量を誇るアメリカ屈指の通勤鉄道である。 子供と話すメトロマン鉄道のマスコットとして、メトロマンと名付けられた小さなロボットがおり、様々なイベントや学校を訪問して、鉄道の安全について語っている。現在のメトロノースの前身のうち、特にイースト・オブ・ハドソンの区間かつ、ニューヨーク州内の区間は大部分が、ニューヨークセントラル鉄道に由来する。この鉄道会社は、 かつて三つの通勤路線を運営していた。このうち二つは、マンハッタンにある巨大、ターミナル、グランドセントラル駅に通じていた。ハーレム線は、ニューヨークハーレム鉄道と、旧ボストンオルバニ鉄道に由来している。ニューヨークハーレム鉄道は1870年代に、ボストンオルバニ鉄道は1914年に、それぞれニューヨークセントラル鉄道の参加に入った。 ニューヨークセントラル鉄道は前述の路線に加えて、ハドソン川沿いの平坦地を走りオールバニ経由で、シカゴまで結ぶ複々線の路線も運営していた。この路線は東急を採用せず同じ設備で運転し、平坦地を走るために、速度も速く人気が高かった。ニューヘイブン線は3つの支線も含め、19世紀半ばから1969年まで、ニューヨーク、 ニューヘブンハートフォード鉄道が所有していた。これらの路線はまず1830年代に馬車鉄道として開業したものに由来し、後に蒸気機関車に置き換えられた。19世紀半ばにはニューヨークニューヘブン鉄道とハートフォードニューヘブン鉄道ができた。後者はハートフォードから先、ボストンまでの路線を持っていた。この二つの鉄道は、 ニューイングランドにおける旅客、貨物分野で最大の鉄道となるために1872年に合併し、ニー &H となる。20世紀初頭には、富豪 JP モルガンの支配下にあったニー &H では、豊富な資金を背景に近代化を進めた。強力な蒸気機関車の投入、ニューヘイブン周辺の本線には、電気機関車、同支線には、 ディーゼル機関車も投入された。しかし、このような投資が、アダとなり1930年代の世界恐慌で、会社は破産してしまう。ウェストオブハドソンにおける通勤輸送サービスは、エリー鉄道の一部として始まったと言える。当初はポートジャビース線は1850年代、1860年代に、建設された、エリー鉄道の本線に由来している。 パスカックバレー線は、エリー鉄道の子会社であった、ニュージャージーニューヨーク鉄道に由来する。エリー鉄道は1956年にライバルだった、デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道と合併し、エリー・ラッカワナ鉄道となった。第二次世界大戦後、長距離旅客、通勤客ともに、旅客鉄道の経営は苦しくなり始めた。1950年代に入ると、 鉄道業界全体が過剰規制、市場の法案や自動車、飛行機との競争によって相当弱り始めた。特に通勤鉄道は大きな打撃を受けた。通勤サービスは今までも赤字続きであり、長距離旅客輸送と貨物輸送の利益でそれを補っていたのが実情であった。しかし、前述のように黒字部門も利益が少なくなり、鉄道会社では 第二次世界大戦後に徐々に通勤路線を廃止し始めていた。メトロノース鉄道の路線図路線は、ニューヨーク近郊、特に社名のノースが示すように北部へと伸びる路線を管轄している。以下の路線を持つが、これらの路線は、ハドソン川を挟んで東と西で、面向きが異なり、分けて呼ばれることが多い。いずれの路線も視線はともかくとして本線は、 伏線ないし複々線で朝ラッシュ時には設備を生かして多数の列車が運転されている。詳しい運行形態などは各路線記事を参照されたいがどの路線にも共通して言えるのは朝夕のラッシュ時間帯をピーク時間昼間をオフピークとして分けており全車をやや高めの料金設定としていることやマインハッタンへの速達重視の極端な千鳥停車 終電が深夜2時から3時前後と遅いことが挙げられる。川の東側を通る路線群でターミナル駅はグランドセントラル駅。ハーレム線、ハドソン線はニューヨーク州内で完結しているが、ニューヘイブン線は路線の大半をコネチカット州内を走り、同州内の線路や駅といった施設はコネチカット州交通局が所有、管理している。同線に 新しい車両を投入する場合は、またと、コンだートが1、2の割合で費用を負担するという協定が結ばれている。いずれの路線も、都心側は電化されており、電車を主体とし、長距離列車を中心に、機関車牽引の列車も見られる。ニューヘイブン線本線とハドソン線には、郊外の一部区間では、アムトラックのインターシティと並走する。特に、 アメリカ有数の鉄道移動客がいる。北東海ー区間の一部に属するニューヘイブン線では、通勤型車両の走るすぐ横を高速列車、アセラエクスプレスなどが並走する光景が見られる。川の西側を通る路線群でターミナル駅はニュージャージートランジットのほ母県駅。路線の大半はニュージャージー州を通り、メトロノース鉄道は ニューヨーク州内の一部区間を持つだけで、実質的にはニュージャージートランシットの延長区間である。いずれの路線も非電化でディーゼル機関車牽引の客車列車が主体である。マークのついた路線は架空電車線方式による電化。マークは第三機乗方式による電化が行われており、のマークは路線の一部区間が電化。マークのない路線は全線非電化である。 なお、ニューヘイブン線本線は、途中のペラム駅を境に両方式を切り替えており、ハーレム線、ハドソン線との共用区間では、第3機準方式、郊外の単独区間では、河川からの終電としている。電車を中心とし、非電化区間用には、ディーゼル機関車と客車を持つ。電化方式の混在する、ニューヘイブン線系統の電車のみは、 専用車両が投入されているが、タワーおおむねロングアイランド鉄道の車両と共通化されており、形式名もロングアイランド鉄道のそれの亜種のように付けられている。第3機上での終電靴は、グランドセントラル駅乗り入れで、仮面接触方式が標準となる。ペンシルベニア駅乗り入れ対応で、上面接触に対応した車両もある。各車両は、 日本の通勤型車両よりも一回り大きく、基本的に一両あたりのドアの数が片側二つないし、三つと少なく、内装もクロスシートをベースに作られており、着席定員は多い。また、ニューヘイブン線の一部の列車には、バーカーと名付けられた車両が連結され、この車両では、アルコール類やコーヒー、サンドイッチなどの軽食が販売されていたが、2014年に、 廃止された。直流6 5 0トの第3機乗方式専用車は、ハーレム線とハドソン線で、交流 12.5KV の架空電車線、方式対応車は、ニューヘイブン線で運用される。いずれも、制御客車を先頭にした、プッシュプル運転が可能である。突起なきは、ハドソンがワイトー各線で運用。機関車電車乗車券は各駅に設置されている。 自動券売機か窓口であらかじめ購入する。この時の支払いには現金の他にも何社かのクレジットカードが利用できる。改札口は各駅に設置せずに列車乗車後に車掌が行うという信用乗車方式を採用。この時に有効な乗車券を所持していないと正規運賃の他に追加料金を請求される。この時の支払いは 現金のみである。これらは、ロングアイランド鉄道も同様である。平日の朝夕のラッシュ時にグランドセントラル駅とハーレム125丁目駅のいずれかで乗降する。切符は、ピーク運賃と呼ばれるやや高めの運賃に設定される。具体的には、グランドセントラル駅に朝5時から10時までに到着する列車。また同駅を朝5時半から9時までに発車する列車。 同駅を夕方4時から8時までに発車する列車に対して適用される。オフピーク運賃は平日の上記以外の時間帯と土日祝日の終日に設定される。マンハッタン周辺の簡易路線図現在、メトロノースのイーストーブ、ハドソンの3路線はニューヨークのターミナルとしてグランドセントラル駅を使用している。ニューヨークにはもう一つの巨大なターミナル駅として ペンシルベニア駅があり、ここにハドソン線とニューヘイブン線の一部列車を乗り入れさせる計画である。メトロノースではペンシルベニア駅への乗り入れを数十年前から検討していたが、駅構内の容量が足りないために今まで実現を見送ってきた。ペンシルベニア駅に乗り入れている会社の一つにロングアイランド鉄道があるが、この鉄道は新たなターミナル駅として、 グランドセントラル駅までの新線を作り、同駅へ乗り入れる計画、イーストサイドアクセスがある。この計画で、エライップリンラールの一部列車が、グランドセントラル駅発着になると、ペンシルベニア駅の容量に余裕が出るために、逆に、メトロノースの一部列車を、ペンシルベニア駅発着にするというものである。対象となる、ハドソン線とニューヘイブン線はいずれも並走する。 アムトラックの路線に乗り入れることで新線の建設を伴わずにペンシルベニア駅へ達することが可能であり、前車はリバーデール駅付近からのウエストサイド貨物線経由で、後車はニューロシェル駅から北東海道経由となる。どちらの路線でも途中にいくつかの新駅が設置されることになっている。いくつかの場所に駅の新設案がある。アムトラックの高速列車。 アセラエクスプレスはニューヘイブン線と同じ線路を走るが、この区間は様々な理由で速度が遅くネックになっている。これを改善し、最高速度に 240km で走れる区間を作るために、河川の張り替え、古い橋梁の掛け替えや部分的な直線化工事が各地で行われている。非電化のダンバリー支線の電化工事、及び路線を コネチカット州ニューミルフォードまで延長する工事が2007年末より始まり2012年5月以降に電化開業を予定。なお、ダンバリー支線は1925年から1961年まで電化されていたので2回目の電化工事ということになる。これはバラク・オバマ大統領の打ち出した米国再生再投資法による投資である。 2013年9月現在、ダンバリー市線は、信号関係の工事を施行中である。工事完了後にオフピーク時の列車を増発する計画である。2013年12月1日午前7時頃、メトロノース鉄道のハドソン線の列車が、スパイ天台ビル駅の付近で脱線した。この事故で乗客4人が死亡、運転士を含む70人以上が負傷した。 そのうちの11人が渋滞だとしている。原因は、スピードの出しすぎが原因ではないかと疑われている。また、運転手は当初ブレーキをかけたが、効かなかったと話していたが。また、国家運輸安全委員会は1日事故原因の調査に乗り出した。 http://www.nhrhta.org/.htdocs/.history.htm 一般的な日本の車両は着席定員が一両あたり50人程度に対しメトロノースでは約2倍の100人程度の形式が多いスティルトレーンサービス2ピックアップオンダンベリーライン 2013年10月25日閲覧。運転士、ぼーっとしていた NY 列車脱線事故で関係者明かす。2013年12月5日閲覧。ベテラン操縦士、ブレーキかからなかった NY 列車脱線事故、調査始まる。2013年12月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年12月2日閲覧。ニューヨーク、 列車が脱線、4人、死亡、67人負傷報道。2013年12月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年12月2日閲覧。ニューヨーク列車脱線4人、死亡、50人負傷前報道。2013年12月2日閲覧。ありがとうございます。